お疲れ様です。お疲れ様です。ザッサ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 、これミッチーチャンネルのあれだからね。あ、挨拶から。で、今回なんですけど、はい、まあ、足場資材、はい、まあ、大体1棟どれくらいかかるのかっていう、はい、多分足場の職人とかって分からんと思うんだよ。あ、そうなの。そうそうそう。で、だって俺らの爆速とかさ、はい、イケメンとか、はい、まあ多分分かんないと思うもんね。あ、まあ、1本いくらぐらいするとかっていうのは多分大体わかると思うけど、はい、大体じゃあ1棟でじゃあどれくらい金額かかるのかっていうの、うん、はい、が多分わからんと思うから、結構やっぱさ、資材を大事にしろってね、俺らも言うんだけど、それなんで言ってたら、やっぱ買ってるわけじゃん、会社がさ。そうですね。でそんな安い買い物じゃないから、まあ1本の単価で言ったら、まあこれだってね、まあ大体1万円ぐらいよ、定価で買ったらね、はい、定価で買ったら1万円の、まあ大体まあ3掛けとかさ、はい、それぐらいで買うから大体1本3000円ぐらいなんだけど、はい、1本だけじゃないじゃん、使うの。そうですね。何本も、そうそう、大体70本とかさ、60本ぐらい使うから一軒家でね、はい、それ考えると、それだけでだっても18万20万ぐらいだもんね。そうですね。そうそう。だって、まあ、資材をまあ大事にしようじゃないけど、まあそういう、なんていうの、独立する人とか、まあ、自分職人でやってるけど、まあそこまであんまり大事にしてない子とかに、はい、まあできればね、まあ知ってほしいよね。そうですね。知ってもらいたい。まあこっからね、こっちからまあ向こうの方まで、はい、まあ、資材のまあ名前の紹介と、はい、まあ、1本あたりの単価と、あとまあ最終、まあ、ちょっと前に俺が組んだ現場なんだけど、はい、組んだ現場のまあ合算でまあこれぐらいかかるんですよ、これぐらいの材料使ったら、はい、っていうのをご紹介できたらと思います。お願いします。お願いします。ちなみにこれサブロックっていうのは、はい、これサブロック、サブロックで3600の柱、これもメイン、はい、これがだいたい1本1万円ぐらいですよ。まあそのメーカーによって異なるけど、はい、相場が1万円ぐらい、大体相場が1万円ぐらいで、はい、大体今皆さん、まあ、何掛けで買われてるのかわからないですけど、はい、まあ、ざくっとじゃあ 30%、 3掛けで計算した時に大体1本、ね、1万円の3掛けだもんで、はい、3000円、1本ね、はい、で大体これって一軒家に、はい、まあ、大体60本から70本ぐらいですよ。あ、そうなんだ。このサブロックっていうのがね、まあしっかり打ち柱入れてね、まあそれ後で金額はもう全部ね、合算のやつは伝えますから、はい、で、この4列目が一応2700の柱で、はい、27っていうんだけど、通称、みんなね、はい、これが7500円ぐらい、うん、7500円ぐらいの3掛けで2200円ぐらい、大体、まあ、2200円、2300円ぐらい1本ね、これ、はい、2個増えとんだ、こっちの方が。あ、これコブが、これコブっていうんだけど、はい、1,2,3,4,5,6,7,8 個ある。はい、もう1個名前があるとしたら、もう8コマとかさ、 A 中とかって言うんだけど、場所によって呼び方が違う。そう、場所によって違う、うん、で、まあ俺らも基本サブロックで、まあこれ8コマ、はい、で、この1個のピッチが450なの、はい、450だから8個かけて3600でしょ、うん、ああ、なるほど。そうそう、そういうことですね。そう、そういうことで、これは6個だから1,2,3,4,5,6 だで、4,6,24の5,6,30 の2,700。あー、 OK。 で、これはまた、はい、もっとちっちゃい柱で4コマ、インパチ、はい、C 中って呼ぶんだけど、C、あの3600の柱の半分、はい、これね、はい、で、これが、あー、嘘、5400円、まあ3掛けだもんね、1620円、1600円ぐらい、大体これ1本1600円だよね。大体戸建てでどれくらい使うかな、これ。大体みんな20本30本ぐらい積んでくね。うん、そうそうそう。バルコニーって言ってさ、こうやってベランダとかこうやって取るやん。あ、はい、そこの下とか組むときにこいつ使うから、結構。なるほど。で、その隣にあるのが、これのまた半分の柱で、09、2コマと D 中って読む。D 中ってお前、そっちの D 中じゃねえぞ。D 中の本、D 中じゃないよ。これが大体3000円ぐらい。あそこ出てるやつですか。そう、これ出てるやつ、2コマ。うん、の3掛けだから約1000円ぐらいな、1本、うん、で、これだよね、メイン、ワンパス。あ、これいっぱい、これを横につなげていくんだわ。あ、つなげてって、どん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 柱こうやって立ててってさ、うん、これは1本、3400円、うん、3400円だから、3掛けで、でもこれでも1本1000円だよね、結構。これで、これ結構叩くからさ、へこむよ、叩く、へこむんだよね、ここが。へこんでますね、これ叩くから、ここをね。ああ、はい。で、バラすときはここを叩くの。ああ、そうするとこっちへこまないでしょ。そうですね。へこんだら使えんくなるからさ。ああ、このアンチとかの板の爪がこうやってかからんくなっちゃうから、へこむと、はい、そうそう。もう基本的にもう手すりはもう根元を叩いて根元を叩く、はい、
で、組んで入れて、バラしての繰り返し。これでもまあ汚い方これ あ、ほんとすごい曲がってるでしょ。いいよ。あ、もうへこんでますね。そうそう、で、こことここ叩いてるのこれ。これとこことここ、こんなとこ叩いたらあかんの、ほんとに。はい、そう、曲がるだけだから、別に入ってかんから。根元が一番強いじゃん。これだいたい手すりも一棟で、はい、屋根ある時と屋根ない時あるね、塗装が。あ、屋根の塗装がある時とない時で、やっぱりもう一本増えていくもんね。あ、だいぶ変わってくんだよ。そうなんですか。そう、で、まああとはその高さだよね。高さがちょっと一段増えれば、その分ぐるっと一本増えていくしっていう、手すり二本打つ時もあれば、まあ一本の時もあるし、で、うちの中にも手すり入れる時あるし、はい、中に二本ね、もうどっちにもこうやって落ちないように。うん、まあその仕様によるけども、大体もう普通のまあ一足足場で、はい、まあ1本の手すりに行くときは大体まあ100本から120本。ああ、そんなに使うんですね。まあそうそう、戸建ての家でね。うん、それでもすげえよね。だって1000円でさ、120本、これ12万円だよ。すごいっすね。ね、120本使って12万の、20万の、もうそれだけで34万、32万だもんね。で、これもセンターアンチ。センターアンチ、うん、これ爪じゃなくてさ、手すりみたいになってるの、ここが。はい、これ言ったら狭いところ、敷地が。はい、敷地が狭いところに、はい、ど真ん中に持ってくるときに柱のコブあったやん、さっき。あ、コブあったでしょ。 あそこに刺すの、カチャンって。あ、だって手すり兼作業床みたいな。これが、8500円。高っ。高いよな、1枚8500円の3掛けで、2500円。高い。これもまあ難しいんだな、ここ叩いたりとかさ、ここへこんで、根元叩けばいいんだけど、こういうとこ叩いたりやん。あ、はい、こんなとこ叩いても抜けんからさ、はい、多分へこんじゃうだけだから。こういうのでね、こういうまあちょっと細かいと思うけど、こういうまあちっちゃいとこからやっぱ気をつけてったら、やっぱ材料長縁していくしさ。そうですね。これシングル25アンチ、はい、25アンチ、25ハーフシングル、はい、呼び名は人それぞれです。何でもいいよな。何でもいい。呼び名何でもいいよ。寺道でもいいし、別に。あ、分かりました。うん、寺道持ってこいってシングル持ってきてもいいしね。それは寺道で覚えてます。は、寺道って指定した。あ、こっちです。あ、こっちだ、こっちだ。あ、こっちだね。こっちだ、こっちだ。このシングル、まあハーフシングルはこれでもあれより安いんだよ、センターより。あ、そうなんです。そうそう。で、爪ついてないじゃん。俺はどっちかって言ったらあっちの方が安いのかなと思うんだけど。そうですね。そうそう、俺も最初ずっと思ってたんだけどさ、まあ見積もりのその金額見てさ、あれあっちの方が高えじゃんと思って、うん、何が違うんだろうって。爪ついとる方が大変だと思うやん。そうですね、作るの組み合わさってますもんね。で、シングルは7900円、これ1枚。あ、7900円。だいたい2400円ぐらい三角で買ってね。うん、これはもうこっちかもう40、もうどっちかがメインになるから、はい、で、これ40ダブルアンチって言うんだけど、はい、これが、まあ、これもメインでね、ほんと9000、1万ぐらいね、大体。で、大体1枚3000ぐらい。はい。三角で買って。うん、で、これもほんと60枚ぐらい使うから、大体ね。うん、まあ、60枚もいかんかな。まあ、50枚の、まあ、下ぐるっと入れるんだったら16枚とかさ。うん、まあまあ、それは人の組み方によるわ、あとは。ね、会社の仕様もあるじゃん。シングルしか使わないっていう会社もいる。これだけしか使わないって会社もいるから。そうなんですか。全然いる。だってこっちの方がさ、重量なんか軽いんだよ。これ大体14キロぐらいだけど、9.9キロ。あ、軽いっすね。軽いじゃん。で、これだったら大体まあみんな4枚とか3枚持っていくけど、これだったら大体6枚ぐらい持っていけるじゃん。そうですね。そうすると3枚で1スパン、うん、上まで上げれたとしたら、はい、6枚だったら2スパン上げれる。ああ。作業効率的にも早くなるじゃん。はい。だからこれだけしか使わないっていう業者もいる。ああ。中にはね。こっちの方が幅が広いんですね。幅が広い、こっちの方が。で、これブレースね、ブレース。これ斜めにさ、これブレード目っつってさ、はい、こう斜めに入れて、あー、こう入れて固定して、はい、このブレをなくす。うん、これが、はい、定価で1本4000。4000。4000だから、3掛けで1200円。で、一番高いも、まあこれは大体20本ぐらいかな、こうやって使うのは。大体ね。一番高いのはこれ。これですか。一番資材の中でこれのアルミ階段っていうのが一番高いんだよ。これ今全部鉄なんだけど、はい、みんなさ、アルミ階段デレ軽いんだよ。ああ。デレ軽いから、みんなもう最初にアルミ階段持ってっちゃうんだよ。あ
でもマンションとか来たら大変じゃん、こんな重いやつさ。そうですね、上までバーッて上げて。これが1個2万4000だったの確か。うん、鉄が2万4000のアルミ階段が4万円、はい、でその代わり軽さなんかだって、はい、普通の鉄階段でね、はい、21キロこれ1個。あ、21キロ結構アルミ階段が11キロ。半分違うからね。400手すり、はい、2号ブラ、はい、コブラとかさ、そんないいのよ。これ4手が、はい、4手こっち、こんなん、こんなんちっちゃいじゃん。そう、4手これ1300円。3掛けで買うと1本400円。はい、まあでも高いよね、自分で買いたくねえね別にさ、ね、商売してないから。で、コブラ何個ぐらい使うんですか。これはね、あのこれ使うときは、はい、もう基本的にあの狭い板あったじゃん、25ハーフ、はい、ハーフを使うときはこれ使うから、はい、あで、あの大きいその4番ランチの方を使うときは、はい、これよりちょっと大きい600の手すりを使うから、基本的にね、もうその違うね、もうバラバラ使うところによって、うん、で、これコブラだね。これもハーフ、ハーフを使うときに、これもハーフ、そう、ハーフを使うときにこの、なんていうんだろうな、入れるブラケットっていうかな、この内柱っていう倒れ止めをつけて、はい、それを3600ピッチに倒れ止めをつけてかなかん、基本的には。で、その間っていうのが結局はこの手すりだとさ曲がっちゃうじゃん。あ、はい、だからこう補強入れてるんだよ、こう。あ、ここで曲がらないようにこれで、はい、で、大体これにかけてくる、真ん中はどん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 。これが1個2500円。あ、750円ぐらいだね、3掛けで。で、これも1200手すり、1200の手すり、はい、これは大体2500円。あ、3掛けで750円1本。あ、大体まあ割によって変わってくるけど、まあ、30本で、まあ下屋根ってあるじゃん、こうやってさ、があるところとかで、まあ、1200の取り合い取るときとかは、まあ、50本60本とか使うけど、基本的に今30本ぐらいで組めるかな、普通のぐるっとした真四角の家だったら。で、これが大ブラ、これがさっきの大きいやつな、はい、あの大きい、あのそう、アンチを使うときのその真ん中にね、つけるやつ。2900円、3掛けで870円かな。これも大体まあその組み方によって変わるけど、50枚とか大体使う、ね、大判だけだった、4丸だけだった。その次はちょっとバラバラに障害になっちゃったけど、はい、900の手すり、はい、あの手すりより30センチ短いやつね、はい、900手すりって。これもその敷地幅とか、はい、あとは建物のまあ離れだよね、うん、建物からの離れで足場組んでくるときにまあその役も入れるために使うやつ、900。これがあとね1900円だ、1900円で570円。最近俺が組んだ現場ね、で数出して大体350、60平米ぐらいの、はい、353平米だったかな、353平米の現場の3掛けの金額を出したら、さっき俺びっくりした、98万、約100万。そんなにする、材料代だけだよ、一軒の材料だよ。めっちゃしますね。めちゃくちゃするやん、はい、それを今どんだけ持ってるって感じ、今どんだけかけとんのって感じだよ。10頭買って3000万だよ、出せるそんなで。10頭で現場はなんか回せんからね、最低15頭ぐらいじゃない。15頭ぐらいで約ね、はい、そうすると大体2人3人でやっとっても、まあ、毎日うまいこと回って、かけばらかけばらで回れば材料戻ってきて、その戻った材料とかけて、うん、でまた材料戻ってきてかけてとかだもんで、じゃないとやっぱいろんな現場があるからさ、そうですね、全部が全部ね大きいやつで組めるわけじゃないし、うん、狭いやつでも組めるわけでもないから、はい、まあそんな感じかな。大体まあ1頭約100万ぐらいです、トラックとか何も抜きでね。うん、でまあそこからまあ高速代、ガソリン代かかってくるじゃん、もちろん、はい、ガソリン代なんか大体、まあ、俺らが乗ってるやつで1台大体4万ぐらい、ガソリンと高速だけで大体10万ぐらいだね。それだけでも結構大きいですよね。でかいでしょ、はい、それ10万プラスアルファ材料代100万1棟、はい、プラスアルファ、まあ、プラスアルファ人件費じゃん、給料じゃん、はい、まあ、そこが一番でかいんだけど、給料っていうのは、うん、そう考えるとやっぱ材料って、資材ってやっぱ大事にしなあかんよね。そうですね、1棟、まあ別に1棟分いいじゃんとかさ、うん、そうそう、1棟分いいじゃんじゃないもんね、会社からしたら。そうですね、1棟分もなんかもう会社のさ宝物じゃん、それがないと動かせないですよね。そう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 、資産だしさ、はい、そう、動かせないから。だってまあやっぱみんなその一つ一つまあね、安い材料もあるかもしれんけど、はい、まあ俺からしたらまあやっぱ綺麗に使ってほしいよね、綺麗に使ってさ、まあ長持ちした方のがやっぱり
会社のためにもなるし、やっぱそういう職人って伸びてくると思う。やっぱ俺さ、やっぱ材料きちきちときれいに使うやつとかさ、うん、車の中きれいにするやつとか、うん、家の中きれいにするやつとか、俺もあんま家の中汚いけど俺もあんま汚いけど、はい、でも日曜日に一回は絶対俺片付ける。あ、そうなの。ピカピカにする日曜日に一回。ちなみに、はい、ある資材全部使ったら、はい、何棟ぐらい、何棟分ぐらい今ある材料で、はい、そう、1,2,3,4,5,6,7 でしょ。7の13 14 15 16 17 18 19 20。40のあれで今残ってる材料だけで20棟、うん、でハーフだけで1,2,3,5,4,12、ハーフだけで24棟ぐらいじゃない、は組めるで、それぐらいは組める、まだまだ組めるだけど、来年になってもさ、まあ材料戻ってくるけど、はい、多分足りんくなるもんね、また。あ、そうなんですか。来年から、来年バンバン仕事入ってきてるで。あ、ではまたぜひチャンネル登録といいねですね、はい、あとコメントも入れてほしいよね、なんか。そうですね、ね、コメントもなんか、例えばさ、でもそんな簡単なコメントでもいい、なんか本当にさ、俺はダイブラって呼ぶよとかで、ブラケットで呼ぶよとかさ、はい、なんかそのコメント欄がさ、盛り上がったらめっちゃ面白いじゃん。そうですね、そう、最近なんかコメントが少ないからさ、ぜひ入れてほしい。まあ、僕もかっこいいよっていうコメントも入れてください。まあ女性限定でね。はい。そうですね。はい、ということで、まあ今回、資材、まあ土場じゃないか。足場資材、はい、1棟いくらみたいな、そうです、ね、サムネになるか。そうです、そんな感じになります。まあぜひ勉強できたと思ったら、チャンネル登録といいですね。はい。はい、お願いします。お願いします。また見てね。Oh!